はい、みなさんこんにちは。さっきぶりですね。見てください、私さっきこれつけ忘れてて、これ絶対つけようと思ってきたのに忘れてたので今つけました。こんばんは、さっき。いやー、カフーです。どうも。そう、相性悪いね、とことんいつも悪いから。ではこれからね、2部始めていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは1人目、けんけん。あ、けんけん、ここでも1人目。ももかちゃん、イコノイジョイで初めて見て、ショールームや運動会と会うたびどんどん好きになって、先日初のお話し会で沼りました。怪我で痩せると思うけど、今はしっかり要領して感知したら、ももかの笑顔を増えるダンス見せてね、大好き、ありがとう。あ、サインありがとう、いた、ありがとう。こちらこそいっぱい、これからもよろしくね。怪我もちゃんと治して、また笑顔を見せれるように頑張ります。ありがとう。続いて、休日ラブみつきさん。休日、あれ、さっき仕事さん、仕事みつきさんの時一緒の方かな。休日ラブみつきさん、いつもお仕事お疲れ様です。これからもももかを見て元気出してください。癒しになれてたら嬉しいです。いつもお疲れ様、ありがとう、大好きだよ。続いて、しげっちさん。しげっちさん、いつもいつも可愛い、すもも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 もかちゃんかな、合ってるかな、もの数が多くて間違ってたらごめんなさい。しげっちさん、いつもありがとう。見てくれてるかな。これからもずっと好きでいてください、ありがとう。はい、続いて、ハッピートムさん。ハッピートムさん、ハッピートムさん、いつも元気とハッピーもらってます。ありがとう、トム大好き、ありがとう、トム使おう、ありがとう、トム、ありがとう。いつも元気とハッピーをあげられてたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします、大好きだよ。続いて、しんごさん。しんご、ももちゃん、一部に続いてのサイン会ありがとうございます。ももちゃんの名前にはももの字が入っていますね。ありがとうございます。そう、ももの字、ありがとうございます。これからもずっと好きでいてくださいね、大好きです、ありがとう。見てくれてますかね、ありがとう。はい、3人目、あれ3人目じゃない、全然3人目じゃない。続いていきますね。続いて、ヘコさん。新曲発売おめでとう。可愛いだけじゃない、クールなももかちゃんがバッチリ決まってて最高。ライブでももちろん楽しみだけど、無理はしないでね、サインありがとう。こちらこそありがとう、無理しないように頑張ります。いつもありがとう。これからもライブとかもぜひ来てくださいね。これからもずっと好きでいてね、ヘッコさん、ありがとう。全然3人目じゃないのに3人目って言っちゃった。ありがとう。続いて、あくくさん。あくくさん、あくくさん、ありがとう。見てくれてるかな、さっきも来てくれたよね、ありがとう。これからもずっと好きでいてください、ありがとうございます。これからもずっと大好きです、ありがとう。思い出いっぱい作りましょうね。続いて、リカさん。リカさん、かわいい、リカさん、リカさん、見てくれてますか。これからもずっとももかのこと好きでいてくれますか。私はリカさんのこと大大大大大好きです、ありがとう。これからもよろしくね。今日孤独ライオンいっぱい聞いてください。はい、続いていきます。ともや、ともやさん、サイン当たった、本当よかった、ありがとう。サイン当ててくれてありがとう。これからもサイン会とかお話し会とか待ってます。ずっと好きでいてね、大好きだよ。今日孤独ライオンもいっぱい聞いてください、ガオガオ。はい、続いていきます。 G2 さん、あ、2回目ありがとうございます。ももちゃん、孤独ライオンで大学生、覚醒ですかね、これ、あとも
ちょっと重いよね。ももちゃんパート全部ハマりすぎてめちゃくちゃよくて完全にミヤモヤ巻いてたって反省したもん。いつ見れるかな。今年は豊洲で現場おさめの演奏ので素敵な思い作れますように。ありがとうございます。 G2 さん超孤独ライオンね、いっぱい褒めてくれて嬉しいです。たくさん聞いてくれたら嬉しいですね。これからもよろしくお願いします。はい、続いて安井拓也さん。やーすー、ありがとうございます。いっぱい、はい、安井拓也さんありがとうございます。2枚目かな。いつもいっぱい応援してくれてありがとうございます。チョックドクライアンもいっぱい聞いてくれたら嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。大好きだよ、ありがとう。はい、続いてワターさん。ワターさんありがとう。ワターさんも2枚目。一部で言いたいこと言ってしまったのでどうしようってなってるんだけど、来年は今年以上にパフォーマンスしてる姿見られるの楽しみにしてるよ。ありがとうワタさん。たくさん現場があるといいな。またワタさんにいっぱい会いたいなと思ってるので、これからもお話し会とかサイン会とか待ってます。これからもよろしくね。大好きだよ。あ、そうでは2枚目ありがとう。こちらこそありがとう。はい、続いていきたいと思います。ひろしさん、ひろしさんありがとうございます。ひろし超孤独ライオンの MV 最高でした。ライブで見れる日楽しみにしています。ありがとうございます。ひろしさん、超孤独ライオンどこが好きですか。ぜひお気に入りポイント教えてください。またねライブでできる日が来るといいと思います。ライブで披露したいなと思いますので、また来てくださいね。肩破れてません。こういう服です。これミーヤさんのブランドのお洋服ですよ。かわいいですね。続いて、かなめさん。かなめさん。ももちゃんサインありがとう。これでまた宝物が増えてとっても嬉しいです。大切にします。次回一日でも早く治りますように。ずっとずっと大好きです。ありがとう。かなめさんありがとう。怪我も心配してくれてありがとう。これからもたくさんかなめさんと思い作りたいな。ありがとう。大好きだよ。続いて、お、韓国語だ。待って、私韓国語書いてあんまり書いたことないから合ってるかな。難しい。書き順とかってあるんですかね、韓国語って。シウォンちゃんって読むんですね。これでかわいい。シウォンちゃんありがとうございます。これで合ってますか、韓国語。シウォンありがとうございます。いつか韓国行きたいです。ありがとうございます。大好きですよ。続いて、あ、サイン会の登録が終わりメッセージを残すというのが時間。ありがとう、サイン会参加してくれて大好きだよ。あ、次回もよろしくお願いします。続いて、高橋聖太くん、あ、2回目ありがとうございます。せーたくん、ももかちゃんサインありがとうね。そういえば海外出張からもうすぐ、え、帰国するの。来月27日の品川行きを見つけてね。ももかちゃん大好きだよ。イエーイ、ありがとうございます。ずっとね会えるの楽しみにしてたから本当に帰国できて嬉しい。帰国してくれて嬉しい。たくさん現場で会えること楽しみにしてます。ありがとう。抜いて、しゅんさん、アンジーパンダさん、シュンさん、笑ってフラジールの部分のサーミンシスオーナーフラジールのソロカットのところがあまりにもびっくりするぐらい可愛くて好きなんですよね。初めて見た時、はい、ちょっとそう巻き戻すからねって言いながら巻き戻して、はぁ、可愛いだろって頭から聞かれてました。ありがとうございます。これですかね、このポーズですかね。ありがとうございます。サーミンシスオーナーフラジール、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。続いて、よっしゃ行くぞ。見てる、よっしゃ行くぞ。飛行機どこにいるの今。ももか好きだ。初めて見た時からももかに決めてました。ももかのアイドルキラキラ姿を初めて見たイコノイジョイ、そして役割、今度はニアジョイの単独ライブでももか専属カメコしてみたいです。ありがとう。いつもこれからもずっと一緒にいてくれます。たくさん現場で会えるの楽しみにしてるね。ありがとう。大好きだよ。お仕事も頑張って。
続いてゆうりさん。こんにちは。ゆうりさん、はじめましてです。最近ももかちゃんのことが気になって応募しました。この時間は仕事で配信見れないけど、サイン届くのとっても楽しみにしています。ゆうりさん、ありがとう。お仕事頑張ってください。応援してます。終わった頃にこれ見てくれてるのかな。頑張った、お疲れ様、ありがとう。これからたくさん思い出作りましょう。大好きだよ。ありがとうございます。続いてねぼすけさん。あ、ねぼすけさん、さっきぶりじゃん。まだ見てくれてる。ももちゃんのパフォーマンス好きなんよ。ありがとう。私パフォーマンス好きって言ってもらえるの本当に嬉しい。私もねぼすけのこと好きなんよ。ありがとう。これからもずっと好きでいてね。大好き。続いてサルさん。サル、ももかちゃんこんばんは。初めてネットサイン会が当たるからめっちゃ嬉しいです。海外だからももかちゃんとまだ会えない。早く会いに行きたい。ライブも行きたい。足の怪我大丈夫、お大事にしてね。早く治るように。ももかちゃん可愛すぎる、好きだよ。ありがとう。サルさんは海外に住んでるんですか。海外に住んでる日本人かな。韓国人、 何人ですか。どこに住んでるかも今度教えてください。お話し会とか待ってます。ありがとう。あ、いた、サルさん、ありがとう。と一旦お水飲みますね。水タイム大事。はい、では行きますよ。続いてお水おいしい三四郎さん。三四郎さんもたくさんありがとうございます。応援していますっていう言葉がね本当に支えになります。ありがとう三四郎さん。これから三四郎さんの支えになれるように頑張ります。ももかのこと好きですか。ありがとう。私は大好きだよ。あ、サルさん香港なんだ。今度行ってみたい香港。ありがとう。次はリサさん。リサちゃん、リサ、かわいい名前。ももちゃんこんばんは。リサポン、あ、リサポンなの。超孤独ライオンのそれじゃ続かないで。ももちゃんの見下ろし視線が隠しすぎで、いつも MV 見るたびしびれます。しかもサラサラストレートの髪が美少女感マシマシで好きです。いつか生バンドで披露してほしい。あ、生バンドで披露してみたい。リサちゃん、リサポン、ありがとう。今日もサラサラストレートで来ました。ありがとうね、いつも大好きだよ。続いて星野部さん。星野部さん、ももかちゃんには絶対釣られません。お、釣っちゃうよ。星野部さん大好きだよ。これからもずっとももかのそばにいてくれる。これからも応援してね。大好きだよ。ありがとう。カチューシャありがとう。続いてはるくん。はるくん、はるくん、ありがとう。見てくれてますか。超孤独ライオンたくさん聞いてください。これからもももかのそばにいてください。というかももかがいます。ありがとう。大好きだよ。あ、はるくんいた。一部と二部メッセージ反対に書いてた、ごめん。サインありがとう、大好き。私も大好きだよ。メッセージもありがとう。続いてりゅうさん。あ、りゅうさん、ありがとう。二部もありがとう。二部もありがとうございます。身内で山田桃香さんの呼び方はももたんって呼んでます。公式サイト見たらももちゃんだったので不満がありますと。お話し会で悩みましたですが、その件についてお話しますので、その時はよろしくです。大好き、ありがとう。ももたんって呼んでほしい。ありがとうね、りゅうさん。ももたんって呼び方好き。じゃありゅうたんって呼ぼうかな。ありがとう、たくさん。これからもずっと大好きでいてね。ありがとう。続いてカニャちゃん。カニャ、初めてももちゃんのサイン会参加します。前に初めてでお話し会った時、ももちゃんの可愛さにやられました。今度機会があればポニーテールしてみてほしいです。30日の特別公演からももちゃんの可愛さは目に焼き付けるね。ももちゃんラブ。ありがとう、カニャちゃん、ありがとう。特別公演来てくれるのとっても嬉しいよ。楽しみにしてるね。ありがとう。あ、お、カニャちゃんいた。ももちゃんありがとう、ラブ。ありがとう。続いて台湾
ファンのアンディパンダさん、あたくさんありがとね。一部でもたくさんお名前かけて嬉しいよ。またアンディパンダだ。ももちゃんはパンダが好きですか？パンダ好きです。私はパンダがとても好きです。これがなぜ私の名前、なぜ私の名前はアンディパンダです。でもパンダよりももちゃんのことが好きです。ありがとう。パンダ大好き、ももちゃん大好きということで、私もアンディパンダ大好き。ありがとう、たくさん本当にありがとうね。続いて戦国さん、あ戦国さんだ、ありがとう。見てくれてますか戦国さん、いつもたくさんお話し会とかもありがとうございます。これからもずっと一緒にいてくれますか。ありがとう、大好きだよ。はい、続いてあやとさん、あやとさん、ももかちゃんやっはろー、やっはろー。超孤独ライオンのももかちゃんがイケメンすぎてギャップえぐい。目つきがイケメン、ももかちゃんが映るたび可愛いってなる。歌も表現力もレベルアップしててすごい、ずっと応援してます。これからも大好きでいてね。ありがとう、あやとくん本当にいつもありがとう。これからも超孤独ライオンたくさん聞いてください。これからもずっとももかがそばにいるよ。ありがとう。続いてひまじん、ひまじん、一部もありがとうね。一部に続いてこんばんは、こんばんは。超孤独ライオンでは今までよりかっこいいももかちゃんが見れてよかった。これからもニア中のアシスタントとしての活躍はもちろん、自分のももかちゃんを見るの楽しみにしてます。ありがとうひまじん、あ見てる、ありがとう。二部も可愛いももか見てください。はい、こちらこそありがとうね、大切にしてね。ありがとう。続いて新入社員、お待たせしました。よいしょ。この間レナのショールーム配信に初めて見に行ってコメントしたら、さっきちょうど降臨されてたモモカに見られて、直後のモモカ配信でさっき見てたよと詰められて呼吸が止まりかけました。あの感覚好きです。好きなの？ダメだよマキは。これからもモモカ一筋、わかりましたか。新入社員ありがとう、ショールームいつもありがとうね。続いてふーさん、ふーさん、一部ぶりですね。ふーさん、ニアジョイは1年かけておしめを探す予定だったのに早々に即沼らせた山田桃花さん、すごすぎて今年も残りわずかになりましたが、来年もよろしくお願いします。ありがとう。ピンク、本当にいつもありがとうね。絵も楽しみにしてます。ふーさんありがとう。これからも自慢の推し面でいけるように頑張ります。続いてあきちゃんマン、ももかのサービス精神旺盛で周りの人を楽しませて、たまちゃちゃ楽しませようとしてるところ好きです。ありがとうございます。あきちゃんマン、滑舌が悪くてごめんなさい。あきちゃんマンありがとう。これからもあきちゃんマンを楽しませられるように頑張るね。ありがとう、大好きだよ。ああきちゃんマンいるじゃん、ありがとう見てくれて。続いてかなねん、あかなねんありがとう。2部も本当にももかちゃん2部もありがとう。大切な思い出が増えて嬉しい、届くの楽しみにしてるね。お話し会でまた話せるの楽しみに、仕事頑張ります。ももかちゃんの歌もダンスも大好きだから早く生で見れますように、これからもよろしくね。大好き、ありがとう。私もかなねんのこと大好きだよ。これからもずっと一緒にいてね。ありがとう、お話し会とかも待ってます、大好き。続いてひろあき、ひろあき、あ2部もありがとう。第1部について2部もよろしくね。来年は左膝も完治して、ニアゾイもももかちゃんもさらに飛躍する常になりますように。ありがとうひろあき、頑張って直すね。あひろあきいるじゃん、ありがとう。高橋マイアバターじゃないですか、あなた。ありがとうございます。これからはももかおしでよろしくお願いしますね。続いてえみちゃん、ももちゃん、ももちゃんともっともっと仲良くなりたいし、たくさんお話ししたいし、早く会いたいよ。ももちゃんのこと大好きだよ。ありがとう。私もえみちゃんのことが大好きだよ。これからたくさん仲良くなりたいからよろしくね。思い出たくさん作れるように頑張ります。ありがとう、大好きだよ。続いてオッツ
つーちゃん、おつーちゃん、おつーじゃん、お疲れおつー、お疲れおつー。定期公演前、ももちゃん推しの翔太くんと連番します。どこに立ってももちゃんを応援してるよ、大好き、ありがとう、お疲れおつー。あ、翔太くんいるじゃん、ありがとう、連番してくれて楽しみにしてます、ありがとう、待ってます。続いてにちかくん、え、にちかってこうやって書くの、めっちゃいいじゃん、夏って書くんだ、すごい。ライオンの桃花さんのパートめちゃくちゃ成長が感じられて本当に好きです。これからも成長を見守って好きなところをいっぱい見つけていきたいです。マヒナと仲良くて嬉しいと、ありがとう、にちか、にちかって呼んでいい？これからもライオンいっぱい聞いてください。なんかさ、いつも YouTube でさ、なんかまとめみたいなの作ってくれてさ、コメントでありがとう。続いてアンニーちゃん、あんちゃん、アンニーちゃん見てくれてますか？あ、ね、アンニーさんじゃん。初サインなのにコメント忘れました、ごめんなさい。いいですよ、アンニーさん、初サイン大切にしてくださいね。これからもももかのことを押してください、ありがとう、大好きだよ。はい、続いててっちゃん、てっちゃん、ももちゃん同じ県民だから本当に親近感湧いてます。毎回配信見ながら可愛いってなってます。またお話し会行きます、ありがとう、てっちゃん。また、あ、神奈川県、神奈川県民一緒ですか、ありがとう。またてっちゃんに会えるの楽しみにしてるから、お話し会とかぜひ来てね、ありがとう、大好きだよ。続いてののちゃん、ののちゃん、あ、ののちゃんで高橋まゆちゃんのののちゃんですか？こんにちは、高橋まゆちゃんの例のあの件の人です。実はあの日からももかちゃんのことが気になっており、今回応募してみました。お話し会も一度行ったきりで行けてないので行きたいなと思っているところであります。まあとにかくももまゆしか勝たんね、本当にももまゆしか勝たん、ののちゃん、またぜひお話し会来てくれるの楽しみにしてます。あ、ね、なぎささんアバターじゃん、かわいい、ありがとう、ののちゃんのこと待ってるよ、ありがとう。続いてみあちゃん、みあ、ももちゃん、初めてサイン会に応募します。初の一番でのソロおめでとう、めっちゃ嬉しかった。かわいいだけじゃない、かっこいいももちゃんも大好きだよ、嬉しい。そう、一番にねソロをいただけて本当に嬉しい、みんなに喜んでくれて、みあちゃんに喜んでもらえて本当に嬉しいよ、ありがとう。これからもずっと支えてくれたら嬉しいな、ありがとう。続いてともくん、ともくん、ももかちゃん知ってる？今年のプロ野球で史上最年少三冠王のヤクルト村上選手の誕生日ってももかちゃんと同じ2月2日なんだよ。ももかちゃんは宮沢でビジュアル部門、スタイル部門、ツイート初心の破壊力部門の三冠王。本当にともくん、ありがとう。2月2日ぜひお祝いしてくれたら嬉しいです。ともくんの誕生日も教えてね、私も三冠王ということで、ありがとうございます。続いてゆうさん、ゆうさん、ゆうさん見てくれてますか？ありがとう、いつも本当にずっとずっと大好きだよ。いつも本当にショールームを見てくれたり、お話し会もいっぱいお話できたり、本当にたくさんね、あの思い出が作れて嬉しいよ、ありがとう。デート行こうね。ありがとう、私も大好き。続いてよしたかさん、よしたかももかちゃんを応援していて毎日が楽しいです。いつもありがとう、お話し会では楽しくて癒されてます。ももかちゃんのパフォーマンス姿が好きです。これからも応援してるよ、ありがとう。よしたかさん、いつもね、よしたかさんとお話しできる時間が本当に楽しくて大好きな時間なので、これからもたくさんお話ししたいです、ありがとう。見てくれてる？よしたかさん、ありがとう、大好きだよ。続いてカツ丼、カツ丼ありがとう、たくさんありがとうね。ももちゃんこんばんは、再びカツ丼です。1日に2枚もサイン書いてもらえて幸せすぎるよ。超孤独ライオンのニヤジョイのみんながガオーってポーズしてるの勝手に指針だと思ってます。オイラは恐竜だけど、確かにガオー、恐竜って何、恐竜ってなんだポーズ。カツ丼ありがとう、これからもカツ丼のね、あの恐竜の被り物大好きだから、またお話し会来てください、ありがとう。はい、続いてふかちゃん、
ももかちゃんこんにちは、ニアリーコイドに合格してくれてありがとう、嬉しい。若くからこの以上2020年まで時間が短かったのに素晴らしいパフォーマンスありがとう。ショールーム配信も楽しく見させてもらってます。これからも素敵な笑顔と歌声を聞かせてね、ありがとう。ニアリーコイドに合格おめでとうって言葉がすごい泣きそうになりました。ふかちゃんありがとう、これからもずっと成長を見守ってくれたら嬉しいです。ありがとうふかちゃん、大好きだよ。続いて7だ7、1部に続きありがとう。もものことを好きになってから毎日がほんと幸せ、これからもずっと応援させてね、うん、冬もならと思い出たくさん作ろう、大好き。なあなあ見てる、今日はお仕事お休みなのかな、いつも頑張ってるからちゃんと休んでね。ももかの写真見て癒されて2部もありがとう、ラブ、こちらこそラブだよ、ありがとう。はい、続いてりくくん、りくくん1部に続いて2部もありがとう、やっぱりももちゃんが世界で一番好きです、本当にありがとう。りくくん見てくれてる、これからもずっと好きでいてください、私もりくくんのことずっと好きでいます。ショッコドクライオンいっぱい聞いてね、ありがとう。続いてよこにゃん、あ、よこにゃんだ、ありがとう、サインありがとう。超高校愛はめちゃめちゃかっこよかったです。定期公演は残念ながら外れちゃいましたが配信で応援しますね、頑張れ、ありがとう。よこにゃん、いつもお話し会とかも楽しいです、それからねまたライブの機会があったら会いに来てください、ありがとう。よこにゃん、これからもずっと大好きだよ。続いてゆういち、ゆういちさん、ライブ MV、YouTube で頑張ってる姿を見ていつも元気をもらっています。これからも応援しています。ありがとう、ゆういちさん。見てますか？ YouTube もね、たくさん見てくれてありがとう。ショールームもこれからもたくさんするので、また来てくれたら嬉しいです。ありがとうございます。大好きです。ありがとう。本当に。続いて、ヤマト。ヤマト、ありがとう。ヤマト。いっぱい伝えたこともあるし、謝らないといけないこともあるけど、とりあえず健康でいてください。健康で元気でいてください。モモカがいないとダメです。モモカが生きる希望です。本当に？ヤマト見てくれてる？私もヤマトが生きる希望だよ。これからもずっと一緒にいよ。ありがとう。大好き。はい、続いてグラさん、ケイさん。あ、ニブもね、ありがとう。見てくれてるかな。皆さん、ケイさん、ありがとう。自分もたくさんお名前聞かせてくれてありがとうね。これからもずっと好きでいてください。チョコドクライオンもいっぱい聞いてくださいね。大好きだよ。ありがとう。続いて、ゆめちゃん。ゆめちゃん。ゆめちゃん2部もありがとう。最近メイク上手になりたいなって思ってるので、可愛くて女子力高いももかちゃんが最高のモチベです。ももかちゃん可愛いよ、大好きだよ、ありがとう。ゆめちゃん、私のねメイク参考になるかな、これからもモチベで入れるように頑張ります。ありがとう。ゆめちゃんも可愛いよ、ありがとう、大好き。続いてかずやさん、かずや、仕事落ち着いたらお話聞くから待ってて、もっともっと距離縮めたいな。カズヤさん、距離縮めましょう近づきすぎました。またお話会聞いてくれるの待ってるね、ありがとう、大好き。今日の服、髪型すべてが天才です。本当にありがとう、褒めてくれて嬉しい。みんなが好きかなと思って選んだから、ありがとう。ありがとう、自分もとってもです。 OKOK、 続いてありがとう、アスカちゃん、あ、アスカかな、アスカちゃん、ももかちゃん、超孤独ライオン発売おめでとう、かっこ可愛くてギャップにやられたよ、可愛いももかちゃんが大好きで愛してる、ありがとう。アスカ、いつも本当に応援してくれてありがとう。今日見てくれてるかな、これからもずっと好きでいます、ありがとう。続いてユッキー、ユッキー一部に続いて本当にありがとうございます。いつかカメコできるライブがあったら、おもちゃのあととさ自由な話に取られたらいいなと思ってます。こちらこそありがとう、ゆっきー、カメコ、あ、おもちゃのカメコできる日を楽しみにしていますってことで、ありがとうございます。ぜひね、あととさ自由の写真を撮ってください。とりあえず今はこの写真を撮っておいてくださいありがとうございます。
続いてちさちゃん、あ、ちさちゃん、かわいいちさちゃん、こうやって書くのね。サイン会初参加です、ありがとうございます。ちさちゃん、サイン会初めて参加してくれて本当に嬉しいです。お名前かけて本当に幸せです。これからもたくさん思い出作りたいです。またお話し会とかも待ってます、ありがとう。続いて大輝さん、大輝、お布団と本名と2つ応募したけどまさかの本名で応募した方が当選、名前呼ばれると照れるしもっと好きになっちゃう。え、大輝っていうの、お布団さん、え、かわいい。大輝照れてるありがとう、これからもずっと好きでいてね、ありがとう。大輝見てる。はい、続いてジェミニーさん、一部に続きジェミニーさんありがとう。ももかちゃんいつも元気をくれてありがとう。ももかちゃんの可愛さは罪深くて、ついたら自らももかちゃんの前に取り込んでました。これからも沼の中でたくさん遊ばせてくださいね。ぜひぜひ、もう私の沼に入ったら逃がせませんよ。ありがとうございます、ジェミニーさん、ゆぶも本当にありがとうね、大好きだよ、ありがとう。続いてマキさん、マキさんありがとうございます。たくさん、シャオカダクライアのルルソックスももかのオタクです、ありがとうございます。たくさんお名前かけて嬉しいです。これからもね、ルルソックスももか押してくださいねありがとうございます。シャオカダクライアンたくさん聞いてください、大好きだよ。続いてレミタンちゃん、レミタン、レミタン、ももかと初めましてして5ヶ月経ってよ、ももかに出会えて本当に幸せです。いつもありがとう、愛しなもん、レミタンありがとう、待って、愛しなもんしました。ももかにいつも支えられてるよ、ありがとう。こちらこそ本当にありがとう、これからもずっとよろしくね大切にしてね、サインありがとう、しょしょ、レミタン続いてけけさん、あ、けけさんだ、けけさん、最近ももかちゃんのことが気になっててツイッターチェックしたりショールーム見に行ったりしてます。またいつかお話し会ライブに来てと思ってます、ありがとう。たくさんね、ショールームとかツイッター見てくれるの本当に嬉しいよ。これからけけさんとの思い出たくさん作りたいから、お話し会とかも待ってます、ありがとう、大好きだよ。水飲みます、私のドライアイがやばいですね。お水おいしい目薬買ってないのよ、すごいね。なんかね、家にあったやつがね、なんか消費期限切れてたからなんか使えない続いてリッチーさん、リッチーさん、ももかちゃんこんにちは、サインをしてもらうのは初めてなのですごく嬉しいです。リッチーさんありがとう、見てくれてますか、初サイン会本当にありがとう。これからもずっと一緒にいてください、てか一緒にいるよ、ありがとう、大好き、薬買ってないやばいね、買わなきゃ。続いてみゆさん、みゆく、12月のお話し会だったよ、今回のサインありがとうのお礼と好きな気持ちを伝えるね、ありがとう。ももかちゃんとお話できるの楽しみだよ、怪我早く治りますように、早く会えたら嬉しいなって思ってるよ。キラキラアイドルのももかちゃんが大好き、これからも応援してる、ありがとう。みゆーちゃん、キラキラアイドルももかでいますこれからもずっと一緒にいてください、ありがとう、大好き。続いて静岡 T シャツのケンジさん、ありがとう。一部に続いて二部も来てくれて本当に嬉しいよ、のケンジ、これで立派なももちゃん沼の住人になりました、これからも熱中目でお願いします。静岡 T シャツのケンジさん、これからもずっと好きでいてくださいね、大切にしてね、ありがとう、大好き、ありがとう。本当に二部も、あ、みゆちゃんいるじゃん、ありがとうね。みーにゃさんワンピ着ようかな予想にしよう、ぜひ。続いてかほちゃん、
お顔がタイプすぎてお披露目の時からずっと推しメンです。 超孤独ライオンは今までの楽曲と雰囲気が違って驚きました。とてもかっこよかったです。宮添山田桃花ちゃんの活躍を願い、これからも応援しています。ありがとうございます。かほさんありがとう。お披露目から気になってくれて本当に嬉しいです。これからもずっと一緒にいてください。宮添もね頑張るので、これからもよろしくお願いします。大好きです。続いてゆいちゃん。ゆいちゃんいる？ゆいちゃんありがとう。あざとくて可愛くて赤ちゃんの多く大好き。いつまでも可愛い赤ちゃんでいてね。これからももっと思い作りたいよ。最高の冬にしよう。ありがとうゆいちゃん、たくさん。今日も美女良すぎ大天才。これからも末永くよろしくね。そう、末永くね、よろしくお願いしますよ。ゆいちゃん話し会またね来てくれるの待ってるね。ゆいちゃんとのねお話楽しいから。続いてほのかちゃん。ほのかももかちゃん世界、ももちゃん世界一、いやうちうち可愛くて大好きです。嬉しい、ありがとう。ほのかちゃん見てくれてますか？これからもうちうち可愛いももかちゃんでいます。ありがとうね、大好きだよ。続いてあつしーさん。わあ、ちょっと間違えて、あつしさんありがとうございます。見てくれてるかな、さっきも来てくれてたよね。いつもありがとう。これからもずっと一緒にいてくださいね。ありがとう、はい、続いてあしらくんだ。しらくん、しらくん一部もありがとう。ももかちゃんやっほー、ももかちゃんが応援してくれるから人生頑張れてるよ。いつもありがとう。これからも好きです。本当にいつもねいろいろ頑張ってて本当に偉いよ。これからもねたくさんお話し会とかでお話ししようね。いつもおしらくんとの時間が幸せだよ。ありがとう、好きだよ。続いてともやさん。ともやさん、ともやさん、ももちゃん初サインありがとう。最近お世話になって次のオンラインサイン会も応募して当選してよ。これからも応援してるね。ありがとう、ともやさん。最近押してくれたの本当に嬉しいよ。これからともやさんとの思い出たくさん作りたいなって思ってるから、これからもももかについてきてね。ありがとう、大好き。あ、ともやさんいるじゃん、ありがとう。続いて、きょうへい。あ、きょうへいだ。きょうへい。きょうへいたくさんありがとうね。初めてサイン会応募した、元気ですか？最近顔見れてなくて少し寂しいけど、またお話できるの楽しみにしてるね。もうかラブ、ありがとう。いつもありがとう、マジで好き、本当にラブ。私もラブだよ。またねお話し会できるの楽しみにしてるから、本当にありがとう。いつも続いてりっくん。ももちゃんこんばんは、初サイン会です。イコノイジョイフェスで見てからももちゃん推しです。特に声が好きで配信がいつも楽しみで毎日の良しです。いつもありがとう。本当に声が好きって言ってくれるの本当に嬉しいよ。りっくん大好きだよ。これからもよろしくね。イコノイジョイで好きになってくれたの本当に嬉しいです。ありがとう。続いてみっくん。あ、みっくんだ。みっくん2回目、ありがとう。今日2回目のサインありがとう。いつもファンのことを思って行動してくれるももかが大好き。そんなももかだから自慢の推しだってみんなに胸張って言えるし、最高の推しだなって思ってます。これからも全力で推します。よろしくお願いします。ありがとう。自慢の推しって言ってくれるのが本当に幸せで嬉しいです。これからもよろしくね。最高の推しだよ、ありがとう、大好き。あ、りっくんもいるじゃん。ライオンポーズ、ライオンポーズです。ありがとう。続いてジョニー。あ、ジョニー今度はちゃんとコメント読めるようになってます。ありがとう。ももかいつも変な自撮り送りつけてごめんなさい、けどこれが僕の最大限の愛情表現です。表現の仕方が変なだけです。一生大好きです、ジョニー。ありがとう。これからもねジョニーのね面白い自撮りたくさん待ってるよ。コメント読まれた、そう読んだよ。ありがとうね。これからもサークルのリプ楽しみに待ってるよ。ありがとう。続いてあっちゃん。あっちゃん、ももちゃんみたいに可愛くなるにはどうしたらいいですか？いつか絶対直接会いたいです。これからも大好きで応援してます。嬉しい、あっちゃんあり
がとうございます。可愛いって言ってくれてありがとう。私もあっちゃんに会える日を楽しみに頑張ります。いつかね会える日を楽しみにしてるから、これからも応援してください。ありがとう、大好きだよ。続いて佐々秀樹、佐々秀樹さんは漢字で、漢字だのこれ、漢字2個目は漢字なんですね。おお、こうやって書くんですね。こんばんは、佐々秀樹です。本日2度目の登場です。好きなタイプは身長が161センチほどで神奈川県出身で、水上座のいろいろ適当な大型の生意気な JK です。よろしくお願いします。大好きです。ありがとうございます。私も大好きです。 JK です。これからもよろしくお願いしますね、末永く。続いて萌蔵さん、もう、そう、萌蔵ありがとう。2回目、超孤独ライオン初リミストサイン会おめでとう。これからも桃花の全部が可愛くて何事にも負けず一生懸命でファン思いのところが大好きだよ。これからも桃花の愛をたくさんくれると嬉しいな。ラブだよ。これからもあざと可愛い桃花をたくさん見せてね。ありがとう萌蔵、これからもあざと可愛い桃花でいます。ありがとう、私も大好きだよ。ありがとうね、いつも本当にありがとう。あ、萌蔵いる。続いて嵐恭平、翔平さんでしたね。嵐翔平さん、ありがとう。翔平さんありがとう。 YouTube ぶりだね。ももかちゃんこんにちは。まだ直接パフォーマンスを見たのはイコノイデート運動会だけだけど、2公演ともファンの方へのパフォーマンスだったりダンスが素晴らしかったよ。これからもいろいろ活躍するももかさんの姿を見守らせてください。ありがとう、たくさんお話し会でお話できてとっても幸せな時間だよ。これからもたくさん現場で会えるように頑張るので応援してください。ありがとう、大好きだよ。続いてなおさん、あ、一部ぶりだ、ありがとう。一部二部可愛くサイン書いてくれてありがとう。一生大事にするね。最近ももちゃんのことが好きすぎてももちゃんのことしか考えられないです。助けてください。ももちゃんのことだけ考えてればいいんだよ。ありがとう、これからもずっと一緒にいよう。ありがとう、大好き、はい。続いてゆいたん、ゆいたん、ゆいたん、ももちゃんのことを思って毎日生きてます。私のももちゃんへの愛と愛ちゃんと届いてますか。これからもたくさん応援するよ、大好き。ありがとうゆいたん、たくさん届いてるよ。私の愛もたくさん届いてるかな。これからもずっと一緒にいよう。ありがとう、大好きだよ。続いてかえでちゃん、かえでちゃんありがとう。かっこいい楽曲の中でも可愛さもあって新たな良さを見つけられた楽曲だなって思いました。ももちゃんの美人も最高に好きで一番可愛いよ。2部も書いてくれてありがとう、大好き。こちらこそありがとう。かえでちゃん今見てる、ありがとうね。あ、いたいた、かえでいた。2部もありがとう、ももちゃんにいっぱい幸せもらってるよ。ありがとう、こちらこそいつも幸せありがとう。続いてこうすけさん、あ、2部もありがとう。一部に引き続き失礼します。ももかちゃんにハマり始めて少し経ち、お話し会を本格的に行こうかと悩んでる今、これは行った方がいいのでしょうか、どうなんでしょうか。その際はよろしくお願いします。コウスケさん待ってますよ。これからいっぱいコウスケさんとの思い出作りたいのでぜひ来てください。ありがとう、大好きだよ。コウスケさんいないの。続いてコテちゃん、コテちゃん、コテちゃんありがとう。たくさん一部に引き続き美味しいものを食べた時とか嬉しい時が嬉しいことがあった時、ももちゃんに伝えたいなって毎日思いながら過ごしてるよ。ももちゃんは私のこと知らなくても私の人生はももちゃんに出会ってから今までよりもっともっと楽しくなったってこと伝わってるといいな。ねえごてちゃんありがとう。私もね、あの幸せなことがあった時とかね、たくさんみんなに話したいなって思ってるよ。ごてちゃんの気持ちもちゃんと伝わってるよ。ありがとう、これからもずっと一緒にいようね、大好きだよ。ありがとう、本当に嬉しいメッセージありがとう。続いてエルフさん、あ、一部に続いてありがとうございます。
一部に続いて二部もよろしくね。はい、この生写真持ってイルミネーション見に行けたら最高じゃないですか。私のこの冬もこれから先ももーちゃんラブだよ。ありがとう、エルフさん。いるかな、このね生写真持ち歩いてください。大切にしてね。ありがとう。こちらこそ末永くよろしくお願いします。いきます。かなこあらさん、かなこあらさん、ありがとう。一部に引き続き、こんばんは。ミーヤ先輩のお洋服着てるももちゃん、早く見たいなって思ってます。今日着てます。今回はライオンの曲ですが、ももかちゃんはウサギに例えるとウサギ、あ、ももかちゃんは動物に例えるとウサギかなって思います。可愛いからライオンさんに食べられないので気をつけてください。ガオー、かわいい。ももちゃんミーヤの服に合ってるぴょんぴょん、ありがとう。ももかウサギです。ありがとうございます。ありがとね。続いてしゅんくん、しゅんくん、初めまして。ももかちゃんのことがお披露目の時から気になっていました。ももかちゃんの歌声、声、ダンス、すべてが好きです。これからも応援しています。しゅんくん、ありがとう。これからもずっと一緒にいたいな。末永くよろしくね。大好きだよ。ありがとう。続いて、あなちゃん、あなちゃん、ありがとう。ももかちゃん可愛くて大好きです。12月に初めてお話し会参加するの楽しみにしてます。ありがとう。ななちゃんいますか。ありがとう。12月楽しみにしてるね。たくさん思い出作りたいな。本当にいつもありがとう。大好きだよ。ありがとう。続いて、ももかちゃん、あ、ももかちゃんも2回目ありがとう。たくさん来てくれて嬉しいよ。ももかちゃんのメッセージ大好きということでね、シンプルイズザベストですね。ももかちゃんのこと私も大好きだよ。これからもももかももか同士で仲良くしようね。ありがとう。続いて、シャッパーさん、シャッパーさん、シャッパーさん、ありがとうございます。シャッパーさん見てくれてますか。超孤独ライオンたくさん聞いてください。これからもずっと一緒にいてくれますか。よろしくお願いします。大好きです。ありがとう。続いて、もちゅ、あ、もちゅだ。一部全然文字数が足りませんでした。仕切り直しです。もかちゃんにはずっと笑顔でいてほしいから、 ももかが笑顔になれるような面白いことを伝え続けていきます。ただ私の面白いの基準がずれているので保証はできません。私はね、もちゅとね、あの笑いのハードルが同じだと思うので、これからもよろしくね。もちゅのもかちゃん呼びが大好きです。ありがとう。いつもこれからもよろしくね。ありがちゅう。続いて、くわたん、くわたん、ももかちゃん足の具合はいかがですか。お大事なさってください。きっと今日には特別公演の追加登録も出てることでしょう。半年ぶりにももかちゃん応援できることを祈りつつ、これからも頑張ってください。応援してます。ありがとう。クワタン、クワタン見てくれてますか。特別公演来てくれるのかな。お家からでも現地に来てくれてもとっても嬉しいから、これからもねずっと応援してくれたら嬉しいです。ありがとう。続いて、リオちゃん、お、これでリオって読むんだ、かわいい。モノクロアイコンのリオです。あ、リオなの。漢字で書いてほしかったのです。漢字もう覚えてね。ももかちゃんへの愛日に日に増しますが、どうやって責任取ってくれますか。背中を追いかけ出せてない。声もお顔も声もパフォーも全部大好きだよ。ごめんなさいね、関節が。ありがとう、リオ。たくさんね褒めてくれて本当に嬉しいよ。ありがとう。漢字で書けました。漢字難しいから覚えられないけど。ありがとね。続いて、リカちゃん、リカ、初見から気になってたけど、エコノイジョイフェスで好きを確信して、ももかちゃんのことたくさん知って、ももかちゃんに出会えて本当に幸せだなと思いました。定期公演行けなくなりました。え、そうなの。定期公演行けなくなっちゃったの。それでもたくさん応援してくれるリカちゃんのことがずっと大好きだよ。これからもずっとよろしくね。ありがとう。大好き。はい、続いて、
リホちゃん、あ、リホ、こっちはあの漢字バージョン、ももかのすべてが私にとって憧れで愛おしくて大好きです。アイドルになってくれてありがとう、させてくれてありがとう。ももかが毎日頑張ってるから私も毎日頑張れます。最高に自慢の推しメンだよ。ありがとうリホ、嬉しい言葉をたくさんありがとう。さすがに好き、さすがに大好き、さすがに愛してる、本当ありがとうね。いつもこれからもずっとリホのこと本当に大好きだから、これからもリホもずっと好きでいてね、ありがとう。続いてあや、いや、あやいる、あやちゃんいますか。出会った日から今日まで毎日ももかへの好き更新され続けてる。お話し会でももかがくれたくさんの嬉しい言葉は全部あやの宝物だよ。あやにはももかじゃない思い出なんて必要ない。これから先もずっとももかの味方だよ。大好き、ありがとう。特別公演であやの楽しみにしてます。ガオガオ、これから私もねあやにたくさん感謝の言葉を伝え続けたいです。ありがとう、いつもありがとう、本当に。続いてともゆき、2部連続の当選嬉しい。前回は一部だけだったので本当に嬉しい。今度の定期公演だけ、あーやだやだ、仕切り直しますね。今度の定期公演楽しみにしていましたがどうしても行けなくなっちゃいました。この際にももちゃんのありったけの 愛情を込めてください。この1枚を一生大切にしますね。ありがとう、ともゆき。特別公演来れなくてもともゆきからの愛は伝わってるし、私の愛も伝わってますか。このねサイン大事にしてください。ありがとう、大好きだよ。続いてせいなちゃん、ともちゃん一目惚れしました。かわいい、大好き、ありがとうございます。好きになってくれて見つけてくれて本当にありがとうございます。これからせいなちゃんにたくさん愛届けられるように頑張ります。大好きだよ、はい。続いてナナ、モモのことが好きすぎて困ってます、助けてください。いつもナナが仕事とか頑張れるのはモモカのおかげだよ。大好き、ありがとう。ナナいっぱい、本当にナナがいるから毎日頑張れます。本当にお仕事いつもお疲れ様だよ。これからもお話し会来てね、待ってるね。ありがとう、大好き。もうはずっとナナの自慢のおしめ大好きや、私も大好きや。続いてエリちゃん、あ、エリちゃんだ、エリちゃん。ももかに出会って毎日めっちゃ幸せ。これからも愛届けます。私のことも好きでいてね。好きでいるよ、エリちゃん。見てくれてるかな、いつもお仕事頑張って、偉いよ。今マックいてギリ見えてる。何食べたか今度教えてね、いつもありがとう。この前のリップとかも本当に嬉しい、ありがとう。続いてラムちゃん、夏のももちゃんも大好きだったけど、もこもこ冬服のももちゃんも可愛くて日に日に好きが増してるよ。 MV ギャップがすごくて泣きながら毎何回も見てます。ずっと大好き、ラムちゃん、ありがとう。そう、冬がね好きだから、好きって言ってくれて本当に嬉しいよ。これからもずっと好きでいてね、大好きだよ、ありがとう、ラムちゃん。続いてキャパ、キャパありがとう。2部もお披露目からビズで一目惚れしたんだけど、お話し会や配信でももかちゃんのいろんな面を見るたびにもっと好きになってる。ももかちゃん大好きクラブです、ありがとう。やっぱ見てくれてるかな、ありがとうね。いつもお話し会も楽しくて本当に幸せな時間です。これからもずっと好きでいてください、ありがとう、大好き。続いてゆうきさん、ゆうきさんありがとう。ももちゃんのあざとさを見習って僕もあざとい系男子を目指したいと思います。ということでゆうきさんはゆうきだよってやってください、みんなに。これでみんな落とせます、ありがとう。アートさ極めてね。続いてショーンさん、ショーンさんありがとう、たくさん来てくれて。山田ももかちゃんの今後のご活躍になって337拍子、山田ももか好き好きももか、ありがとうございました。ということでね、それこそありがとうございます。この337拍子ファンの皆さんやってくださいね。ショーンさんありがとうございます、これからもずっと一緒にいよう、ありがとう。続いて
アイカチン。次、ゆめちゃん。アイカチン。ゆめちゃん。ももかちゃん、12月からのお話し会たくさん行こうと思ってるからいっぱいお話しよう。あなた可愛いももかちゃんが大好きだよ。これからももちゃんずっと見届けてます。見届けてください。ありがとう。あいかちん、たくさんお話しできるの楽しみにしてますね。これからもずっと好きでいてください。ありがとう。続いてたつやさん、あ、一部ぶりですね。ありがとう。たつやさん、ももちゃんのサイン会2部も当選。アザージャケットにサイン嬉しい。これからもニアジャイ、そしてももちゃんのこと応援してるよ。達也さん、ありがとうございます。これからもずっと応援してください。私はね、達也さんのことずっと大好きでいます。ありがとう。続いてロナちゃん、ロナちゃんありがとうございます。ロナちゃん、ももかちゃん、こんにちは。中国からのファンです。前ですので、ももかちゃんはずっと私の憧れの存在です。私はももかちゃんのことが全部大好きです。これからもずっとももかちゃんを応援します。おー、愛にー、おー、愛にー。ありがとうございます。中国からのファン、いつか会えるの楽しみにしてます。同い年嬉しい。ありがとう。大好きだよ。続いて、あいないさん、あ、あいないさんだ。ももちゃん、お久しぶり。あいないです。しばらくももちゃんとお話もできてなくて寂しいよ。最近はスマホのロック画面をももちゃんにして毎日それを見て頑張ってます。サークルリップ届いてるかな。サインありがとう。大好きです。ももかや専用のねアカウント作ってくれたのも知ってるし、リップも全部見てるよ。ありがとう。これからも勉強頑張ってね。大好きです。ありがとう。ありがとう。ももちゃん好きすぎる。これからもね、押してください。ありがとう。続いて、そうきくん、そうきくん、ももちゃんほんま可愛いな。またお話が行くね。今ゆうさんに連絡でももちゃんおすすめされてるのですぐ落ちると思います。ちなみにゆうさん、僕のおすすめによってあゆみに浮気しそうです。叱ってあげてね。ん、本当に、そうきさん、それ本当ですか。おこです。そうきさん、これからお願いしますね。そうきさん大好き。ありがとう。続いて、高葉さん、あ、高葉さんありがとう。ももかちゃん、こんばんは。最近はライブがなくて少し寂しいですが、また会える日を楽しみに日々過ごしています。ありがとうございます。高葉さん、いつも支えてくれて本当にありがとう。高葉さんとお話する時間本当に好きだから、これからもずっとね、来てくださいね。ありがとうございます。特別公演来てくれる、ありがとう。楽しみにしてます。ありがとう。続いて、りーちゃん、一部はガチ恋工場してふざけてしまいましたが、本当に私はももかに出会ってよかったし、ももかを見て頑張ろうと思えることがたくさんあるよ。いつもももかに助けられてます。本当にアイドルになってくれてありがとう。ずっとずっと大好きだよ。うん、まりーちゃんありがとう。一部も二部もこれからもりーちゃんとの思い出たくさん作りたいな。うん、まありがとう。私も出会えてよかったです。続いて、高尾さん、超孤独ライオンのももかはかっこいいと可愛いがミックスしていて最高です。毎日 YouTube 再生してます。これからも応援し続けます。ありがとう。高尾さんありがとう。これからもずっと一緒にいてくださいね。超孤独ライオンもたくさん見てください。ありがとうございます。大好きです。ありがとう。続いて、ななみちゃん、ななみ、ももかのななみです。超孤独ライオン好きすぎて毎日見てるよ。全く関係ないけど、髪の毛まとげるか伸ばすか迷ってるんだ。私はボブかロング、どっちか似合うかな。ももかはどっちが好き。ちなみにこの前は初期のももかの写真見せてこれにしてくださいって言ってよ。知ってるよ。ありがとう、ななみ。私はね、ななみのロングが好きかな。巻いてるのが可愛いから、これからもね、ずっと一緒にいてね。ありがとう。どんなななみでも好きだけどね。ありがとう。続いて、としや、寿司屋さん大好きです。ありがとう。これからもね、ずっと大好きでいてください。私もとしやのこと大好きだよ。ありがとう。続いて、ゆうちゃん、ゆうちゃん、サイン会おめでとう。また数えられる、まだ数えられるほどしかお話ししたことないけど、ももかちゃんが大好きな、ももかちゃんと仲良くなりたい。お姉ちゃん
ことゆうちゃんです。ももちゃんの敬語をなくせるぐらいぐんぐん仲良くなりますように。超僕らにはかっこよすぎるよ。ありがとうゆうちゃん。ゆうちゃんお姉ちゃんありがとう。これからもねたくさん思い出作れるように頑張ろうね。ありがとう、大好きだよ。続いてあさひちゃん。あーさチョコドクライオンが初公開されてから毎日のように見てます。宮台3曲目はどんなのかなってずっとワクワクしてたので、かっこよくてももかちゃんのことをもっとさらに好きになり大好きになりました。これからたくさん仲良くなれますように。あさひちゃんありがとう。これからどんどん仲良くなれるように、これからねたくさん思い出作れるように、これからももかのこと応援してください。あさひちゃんのことが大好きだよ。ありがとう。水飲みますね。それでは続きます。美味しいです、ありがとう。続いて野口さん。野口さん、ももかちゃんのサイン嬉しいな。超大好きももか、これからも末永くよろしくお願いします。超孤独ライオンと超大好きももかでよろしくお願いします。野口さん、これからもたくさん思い出作りましょうね。ありがとう、大好きです。続いてさとみちゃん。初めてニアドイちゃんのイベント参加しました。え、嬉しい。お披露目の時からずっとももかちゃん推しです。超孤独ライオンのかっこいいももかちゃんもかわいいももかちゃんも全部全部大好き、ラブだよ。さとみちゃんありがとう。ニアドイで私を選んでくれて本当にありがとうございます。さとみちゃんとの思い出たくさん作りたいな。これからもよろしくね、大好きだよ。続いてちそんさん。あ、ちそんさん2部もありがとうございます。2部でまた会ってですね、遠く離れているかな、私はずっと応援してます。いつか会うまでずっと頑張ってください。機会になれば韓国ファンチソン覚えてください。今日と明日とファイティング。ありがとう、韓国から応援してくれて本当に嬉しいよ。いつか会える日をね楽しみにしてるね。チソンさん大好きです、ありがとう。続いてヤスさん。ヤスヤスさんありがとうございます。見てますか、超孤独ライオンもたくさん見てくださいね。これからもずっと好きでいます、ありがとう。続いておしずちゃん。あ、2部もありがとうね。2部もありがとう。見てるかなおしずちゃん。これからもたくさん思い出作りたいな。ちょっとね、いつも好きでいてくれて本当にありがとう。あ、おしずって呼んでもらえるくらい仲良くなりたいな。これからもたくさん愛を伝えるね、大好きだ。おしず、これから仲良くなろうね、ありがとう。続いてみっちゃん。みっちゃんありがとう。ももかちゃんと毎日過ごすことができて幸せです。いつもありがとう。ツイッターのサービスできるのでいつもメッセージ送ってるんだけど、それって見えてるのかな、教えてほしい。同い年なのに毎日頑張ってて尊敬します。お話会行くね、大好きだよ。みっちゃんたくさんメッセージありがとう。リップも全部見れてるよ。サークルもいつも本当にありがとう。みっちゃんのことが大好きだよ。これからもね一緒に頑張ろうね、ありがとう。続いてねここさん。あ、ねここさんありがとう。一部ぶり、押すかどうか悩んでる、どうしよう。ぜひ押してくださいねここさん。私どうですか、一旦押してみましょう。ありがとうございます。続いて、あ、台湾のアンディパンダ、いっぱいありがとうございます。ももちゃんは台湾が好きですか、台湾に遊びに来たことがありますか、台湾には美味しい食べ物がたくさんあります、機会があれば遊びに来てください。ももちゃん大好き、ありがとう。いつもありがとう、これからも応援して、ありがとう。台湾で好きな食べ物なんだろう、北京ドッグ、北京ダック、なんでそれ中国ですか、わかりません。台湾行ったことないんですけど、あの行ってみたいなって思うのでね、いつか行けるのを楽しみにしてます、ありがとう。2枚目あるので書きますね、ありがとう。たくさんまた書きました、アンニーパンダさん、台湾のタピオカ飲みたいです、ありがとうございます。続いてゆうさん。ももかさんのことが好きすぎるので一生していこうと思ってるんですが、いいでしょうか。
ゆうさん、漢字で書きましたけど、あなたあゆみさんのことが好きらしいですね。いつじゃないんですか。今あるのでもう一枚書きたいと思います。一途でいてくださいね。わかりましたか。ありがとうございます。一途です、本当に。これからも末永くよろしくお願いしますよ。続いて、かずすみさん、かずすみさん、ありがとうございます。見てくれてますか。超孤独ライオンもたくさん聞いてくださいね。ルズソックス履いてるのでぜひ見つけてください。ありがとう。あ、だ、特別公演来てくれるの嬉しい、楽しみにしてます。ありがとう。続いて、あ、おしずだ、おしず、おしずって呼ぶね、これから。ありがとう。おしずもももかって呼んでね。ありがとう。これからもずっと好きでいるよ。ありがとう。続いて、りっくん、ももか本当に倒しなよ。最近はももかしか考えてない。もっと好きにさせてみて。どんどん沼っております。どうしましょう。とりあえず今日もめちゃくちゃに可愛いよ。これからもよろしくね。ありがとう、りっくん。私もりっくんのこと大好きだよ。いつもりっくんがお仕事頑張ってるの見て、私もお仕事頑張ってるから、これからも一緒に頑張ろうね。大好きだよ。もっと好きになった。あ、私のモチベ本当にありがとう、おしず。続いて、翔太くん、翔太くん、ももちゃんこんばんは。ももちゃんが最近どんどん暑そうになってるっていうの可愛くて好きです。助かります。足早く良くなるといいね。ゆっくり見るせず乗せてね。特別公演現地で見届けます。楽しみにしてます。頑張ってね。翔太くん、ありがとう、来てくれて。特別公演もねぜひ見届けてください。翔太くんのことが大好きだよ。ありがとう。好きや、好きや。ありがとう。続いて、西川 A さん、西川 A、 人生初めてのサイン会ももきちゃんだ。デビュー前に寄せてラッキーだと思ってます。可愛い系の曲期待してるね。質問、これからどんな曲をやりたいですか。センター曲、ありがとう。初めてのサイン会来てくれてありがとうございます。ニアジョイね、かっこいい曲もたくさんあると思うけど、いつかね可愛い曲もやりたいなって思ってます。私は冬曲が好きだからね、冬の曲が来てくれたら本当に嬉しいです。これからもずっと応援してください。ありがとう。続いて、キューちゃん先輩、初サインです。出身地が一緒なのでグループ結成時から気になってます。嬉しい、初サイン聞いてくれて本当に嬉しいです。神奈川県一緒、これからね私を押してくれたら嬉しいなと思ってます。ありがとう、大好き。続いて、みやちゃん、みやちゃん、サインありがとう。これからも応援してます。こちらこそ、みやちゃんね、たくさん応援してます。これからもね、あのお仕事とか学校とかあるかもしれないけど、ももかのこと見て頑張ってください。みやちゃんありがとう、大好きだよ。続いて、アリちゃん、アリちゃん、アリちゃん、ありがとう、見てくれてますか。これからもたくさんももかのこと好きにさせちゃうぞ。超孤独ライオンもたくさん見てください。これからも大好きです。ありがとう。続いて、おしすでにおすしさん、ももかちゃんにサイン書いてもらって幸せです。怪我をしてしまったら変だと思うけど、またステージで踊って踊るももかちゃん見られるの楽しみにしてます。大寿司だよ。お寿司さんありがとう。いつもお寿司さんがいるから毎日頑張れます。これからも大寿司ありがとう。続いて、リズさん、ももかちゃん、やっほー、今日も超かわいいね、にゃんにゃん。ありがとう、リズちゃん、にゃんにゃん。今日もかわいいですか、リズちゃん。本当にいつもありがとう。これからも応援よろしくね。大好きだよ。リズちゃん見てくれてる、いるかな。あ、いた、きゃー、ありがとう。めちゃめちゃかわいい、メロメロ。かわいい。続いて最後ですね、書きます。ヤッシーさん、ヤッシー
ヤッシーさん、はじめまして、ヤッシーです。サインありがとうございます。超孤独ライオン神曲ですね。仕事柄なかなかイベントに参加できませんが、行けるときに行きます。早く近くでパフォーマンスが見えますように。ヤッシーさん、最後ありがとうございます。またね、イベントで会える日を楽しみにしているので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとう、大好きだよ。ありがとうございます。ということでね、書けました。全部見てくれてありがとう。お水飲みますね。ドライアイが加速してる。こちらこそお疲れ様、ありがとう。一部も二部もありがとう。超孤独ライオンね、たくさん聞いてくれたら嬉しいです。 CD も皆さんゲットしてくれましたか。タイプ C かな。誰ですか、生写真。私はちなみに生写真アリスが出ました。可愛いアリスさんが出ました。ありがとうね。あ、ももちゃん出た、本当に。ハニカミピースというものをしてみたくて。ありがとうございます。今日はカチューシャ、リボンのカチューシャとイヤーカフとネックレスもしてます。あ、このサインと一緒に来るから CD まだなのね。ありがとうございます。じゃあね、今書いたらね、サインが皆さんの元に届いたらまた報告してくださいね。ありがとうございます。ではね、そろそろ終わりたいと思います。細かなところすべて可愛い、本当ありがとう。今日はね、いっぱい来てくれてありがとうございました。またね、メンション待ってますね。ありがとう。じゃあ終わりたいと思います。あ、そう、指輪もしてた。はい、ということでありがとうございました。おやすみなさい。終わります。ありがとう。